カラバフ FK はアゼルバイジャンのアグダムをホームタウンとするサッカークラブ。ナゴルノカラバフ戦争によりアグダムがゴーストタウンと化してからはバクーを中心に活動している。アゼルバイジャン独立後は一度も降格せずにトップディビジョンであるアゼルバイジャンプレミアリーグに所属している。サッカークラブカラバフは1950年に創設された。 1951年にアグダムシティスタジアムが完成後、クラブはアマチュアサッカーチームのプロフェッショナル化に向けて動き出した。カラバフは1966年にマクスセルのクラブ名でアゼルバイジャン選手権に初参加し、4位の成績を残した。1968年に過去最高の2位になった後、クラブは長い期間選手権に参加しなかったが、 1977年にシャファクのクラブ名で活動を再開した。1982年から1987年の間はコーポラティブソサエティのクラブ名で活動した。カラバフに解消して最初の1988年アゼルバイジャン SSR のチャンピオンになった。1992年に創設されたアゼルバイジャンプレミアリーグに初年度から参加し、 1993年にリーグ戦とアゼルバイジャンクボクの2冠を達成した。2013から14シーズンは20シーズンぶりとなる通算2回目のリーグ優勝を果たした。2014から15シーズンには2連覇を達成し、さらに1993年シーズン以来となる2冠を達成した。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 ありがとうございます。